ミルワカ休み時間ラジオ、井上真です。直宮佐藤です。日曜日に撮ってます。月曜日に聞いていただいてると思います。はい、ということで、日曜日の J リーグですか。そうですね。昨日のね、このラジオで、うん、まあ土日じゃないや、金土のことはね、お話しましたんで。はい。で、じゃあ試合振り返っていく感じですけど、うん、まあ、あの J1、J2、J3 あったわけじゃない？ええ。ベストゴールはどれみたいなのから先生に聞いていきたいですね。ああ、いいですね。どこのどれみたいな。あ、もう僕決まってます。あら、教えて、ドン。ギラバンツ北九州。はい。まあ、宮崎対北九州の試合がありまして。はいはい、2対2ドローのゲームでしたね。そうなんです。はい、まあ、前半早々にあの、工藤正人選手のゴールなんかもいろいろあったんですけど。はいはいはい、なんかあれ、あれっぽかったよね。綾瀬の形と一緒だったね。そう、全く思いました、同じこと。ね、昨日のね。はいはい。なんですが、はい、あの、試合の最後に生まれた後半29分、ギラバンズ北九州の高澤優也選手の得点。つぶやいとったね、先生、ツイッターでね。そうですね、これがベストだなと思います、僕の中では。はい、どんなあたりがでしょうか。はい、あの、うん、相手にプレッシャーを、まあ、受けながら、ゴールキーパーから始まったんですよ、うん、あの、ビルドアップが。なるほどね。で、右サイドと真ん中を経由しながら、はい、相手に一回も触れられることなく、うん、9本10本のパスを経由して最後高澤選手が決めていくっていう。しっかり高澤さん一人余らせた形の完璧なね。そうですね。形っていうのを評価されたんですね、先生は。ね、自称自由はそこですね、はい。マンチェスターシティギラバンツ北九州だったなと思ったので。ゴロの方がね、ちょっとあれですけど、ね。ちょっとあれですけどね。そういうことだったわけですね。うん、かなと思いました、ね。ゲームも盛り上がってね、工藤さん、下沢さんも 2連続ゴールですよね、これ。下沢さんと、と得点とその直前の渋選手のね、うん、ノールックパスがねもうね死んじゃったもん。わかります、シュートと見せかけてみたいなね。そうなんです、インターセプトからのあれも完璧だったわ。素晴らしいゲームでございました。シュートと見せかけてと言ったら先生、ええ、トカチですよ、栃木の。いやーせやね完全にシュートだったんですけど、うん、ゴロが、びしゃびしゃのピッチですよ、雪かきしていただいたんですって、うん、岩手の方がね。ねえ。それがですね、ピタッと止まりました。それがいい感じの瀬沼さんのね、うん、スルーパスになりました。キーパーも出かけてたんですけど、戻って。でもそこで、いやー、あれはしょうがないね。先取点ということで。うん、まあ、しかし逃げ切れず、最後にね、牟田選手のハイボール。さすがでしたね。あのクロスも、よかったな、すごかったな。よかったな。カビナスが中でね、競ってね。いや、そうなのよね。ちゃんと、視界悪いなんか決めました。ということで、いちいちの。徳山選手。けどもね。でした、でした。トカチがあれ、わざとだったら、さあ、すごいプレーですよ、あれは。あれはもうドイツ代表ですね、そしたらね。思いっきり振り抜いたスルーパスですから。はははは。すごい、ぜひ見ていただきたい。見てほしいですよね。あとは、あの、群馬のね。いや、優勝でしょう。あっちでも言いましたけど、千葉、群馬のあの、得点は、すごい連携から生まれた、それこそね。ああ、ほんとそうですね。先生、サッカーゲームであんな、やるよね。はい。ねえ。すっごいあれやられたら、うわ、キーってなるけど、綺麗ですね、うん、あれやっぱね。あ、さ、もう一つそこにね、注目ポイントあるんですよ。何ですの？平松選手が最後決めたやつよ。そう、うん。左、群馬がその左サイドで、いろいろこれから攻撃しようってまさに行こうとしてるときに、これ皆さんもね、ぜひ見ていただきたいのが、はい、ボールじゃなくて、真ん中でディフェンスラインと絶えず駆け引きしてる平松選手見てほしいですよ、ね。始まってんだもん。そう、ディフェンスの一人の、あの、ディフェンス2、3人こう並んでるんですけど、うん、ある選手のまず前とか後ろに入ったり、そして一瞬やめて、違う選手の前でなり、後ろなり入った上でったら混乱させておきながら一回パッと飛び出るって。視界から消えたりしながら、中で待って、その間にですね、左でまあサイドローテーションみたいもつないで、ね、使いながら、5、6本パス繋いでのね、中もこう、ポケット盗んで、ライナー製のボールにやに飛び込んで平松に決めるという。うまいわ。えげつない。マンチェスターシティザスパクサツ群馬でしたね。いやー間違いないね。心の方はあれですけどもね。いや心がすごく良かったね。そうですか。あとはファインだねっていうシーンは。あーそれはあるんじゃない。俺これ言いたいっすね。試合単位というか今日はね試行会で、はい、プレー単位で振り返っていただきたい。ベルディ。はい、ベルディ、はい。2対1町田に勝ちました。はい。はい、あの1点目のシーンかな。はいはいはい。あの中盤から1人ね、あのベルディの選手がシュート放って、はいでそのこぼれ球を小池選手が拾い、はい、梶川選手にパスを出す小池梶があったと、はい、そっからの杉本選手のヘディングのシーン、うん、そうですね、梶川選手がクロスして杉本選手がドンアシストね、あの狙いすましてちょっと内側にスピンかけたあの軽い蹴り方ね、うん、あれよミスターカジノ、私ああいうのすごい好きですね、時間が止まるようなパス ね、 で杉本選手はあのセレブレーションで誰に指さしてたんですかね、あれね、
本当だな、梶川選手にお礼に行かなきゃいけないとこよ、あれ。梶川選手が先輩でしょ、あれ。そうですね。ずーっとスタンドの誰かにね、なんかいたんだろうな。アピールしてましたね。そうですね。あれですか、かわいこちゃんとかですか、うん、な、誰なんでしょうね。ですかね、おばあちゃんかもしれないね。おばあちゃんだったらなんかいいですね。いいね。そうですね。いやいやいや、あと忘れちゃいけないゴールあった。なんですか、なんですか。俺、今節ベストゲームって言いたい試合なんですけど。はい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 。今治富山。今治富山、はい。こちらも熱かった。1点目。はぁ、中川かざき。やっぱりね、見せましたね。やっぱ、ミルワカと言ったら中川かざきさんだ、ね。いや、そうですよね。勝手なにもう準決勝みたいなもんですからね。そう、ずっとね、我々言ってますから。あの、左足での、うん、スッというかのループ、うん、あれはオフリンチ食べたような感覚ですよね。オフリンチ、おしゃまなね。ちょっとワインでもつけたろうかな。でもあれさ、先生、ちょっとこちゃこちゃっとなってよ。はい、なんなら川西さんが競ってるぐらいだから、中盤で相手は。そうですね。フォワードの、うん、こぼれてきたボールをゴールに背中向けて受けて、ワントラップ目で前に流し、うん、2プレー目で打ってるわけじゃない。そう。あれどこまで計算でトラップしたのかなとか。いやでもその視野を持ってるのが中川かざきさんじゃないですか。やっぱりすごい、ね、天才だわ。だって2人ディフェンダーのちょうど間寄せ切れるか寄せ切れないかとか、うん、ところにしかも距離を稼げる長さのワンタッチ目で前に流し反転して走り込んで、うん、その間にキーパーの位置見てるわけだよね。そうなのよ。すごい。いやすごいですね。うん、やっぱ前節福島戦敗れてチーム結構メンバー変えてきた試合でもあったんですけど、まずびっくりしたのがあの最近来たばかりのインディオさんっていうフォワードがいるんです、はい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 、が急に先発してたりだとか、はいはいはい、2日ぐらい前に仙台からの育成型期限付き決まった照山くんがもう出てたりだとかで、うん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 、どんだけ急に出すのって今まで結構そういう傾向ありますよね。そうなんですよ、うんうんうん。でもそしたらその2人結果出したのね、この試合で。そういうことすごいですね。しかもびっくりしたのが、ね、今治タオルのような吸収力。そうなの、ね、しかもまずびっくりなのがね、はい、中川かざき選手、センターフォワードやってたんですよ、今日。あ、センターフォワードだった。あ、本当だ。僕、右ウィングが中川選手で、インディオがセンターフォワードなのかなずっと思ってたら、インディオ、あんたウィングかいって思いながら、はい。もともとブラジル4部から来たらしいんですけどね、今回ね。だからそのインディオを知らないってことも混乱したんじゃね。うん、いや、思う。やっぱ、富山はね。そう、多分、お前、フォワードじゃねえのかよって、多分思ったと思います。ね、初顔合わせで。そうなんです。そこへ来て、テクニシャン中川は。そうなんだ、ね、ただ先生、富山なの高橋俊太選手のゴールに至るまでの揺さぶりも僕は好きでしたね。いやー、そうなのよ。あれはディフェンダーからしたら守りづらいでしょ？無理だね。左右に振られてディフェンダー 3枚超えて、みたいな感じでしたもんね。うん、そうですね。それもあったかと思えば決勝点、近藤高虎選手。やった ね。あれどんなゴールでしたっけ。この今、ちょっと俺もなんかパッと見事でしたよね。そう、それは覚えてるけど、今、出てこなくなっちゃって。はい、すみません。いっぱい見てるんです、すみません。これ、前節のシーンとか、海外のものとかも今、こんがらがっちゃった。あとは日曜日で , 笑ってますね、すごい。日曜日で言うとですけども。そうですね。まあ、横浜 FC の最後ね、追いついた。うん、まあ初黒星なのかみたいな時にあのバイスと柳の間に飛び込んで、ね、あのそうだ、ね、ペリペリだよね、ペリペさん決めたというね、悔しそうにしてましたね、あのセンターバック。ああ、そうよ ね、うん、まあ勝てると思ったところがあったでしょうから、まあ、そうよね。うん、あとそうだ、忘れた、もう一個あるじゃない、はい、マーさん、はい、やっさん、やっさん、あ、いや、まあ、やっさんだね、それはね、やっさんだわ。フリーキック、仙台のね、遠藤康選手が決めました、うん、そうですね。ご自身で取ったフリーキック。まあ、そう、相手のね、木村選手のレッドカードになっちゃいましたけど。あれはでもあれですよね、誘っていましたね。うん、まあ、ですね。というか、私が得意な位置から蹴りたいがゆえのドリブルの仕方する人いるじゃない、たまに。いや、そうですね。っていうのもあった、あれ。かな、あとは、これミルトとプレビューなんかでも言いましたけど、はいはい、木村選手はこの試合終わった後代表行くわけですよ、アンダー21。はいはいはい、そうか。そうで、この試合だから結果残しておきたいってのもきっとあったでしょうから、チームのためにと考えるとね。その力みも計算して。かなって思いますね。さすがのベテランですね。はぁ。でね、そこから放たれたキックは多分誰もあのキックは止められないと思うので。うん、しかもなんかもういつも通りで、すいません、みたいな感じのね、力みもなく。うん、はいどうもーみたいなね。すごいかっこよかったですね。かっこよかったわ。中山選手もね、また決めたしね。また決めましたね。やっぱ背後から現れると見えないでしょ、あれね。
言えないですね。早く出て、ヘイヘイって言うとバレちゃうけど。そうなんだ。早く出して、出して、出して、ヘイ、俺いましたっていう感じでしたよね。そうなんだよな。山形もいい戦いしてましたけどね、まあ、レッドカードなのね、レッド。レッド食らったら多分ね、フリーキック以外では点取られてないっていうのがあるから。まあまあ、やっぱりね、あとはただ、どうにかね、なかなか勝利がちょっと遠くなってるので、はいはいはい、はい。まあちょっとね、どうにか多分手こ入れとされてはいくでしょうけど、うん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 、まあ気になりますね、今後ね。なるほどね。うん。はい。あとも J2 全部喋って、あ、J1 ですよ。ね、J1 いいよ。名古屋柏ありました、ね。まあまあ、両方二人ともじゃないですか。細谷選手はあれはとんでもないプレーですよね。うん、とんでもない。ワセハリケーン。あれはちょっと今絶好調以外の何者でもないです ね、あれ体切れてる、うん、パンチ力すげー切れまくってますよ ね。で中谷慎之介相手に勝ってますから、そう か、 だか代表相手ですか、ね、無理筋の角度っちゃプレーですよね、あれね。そうですね、そこをなんかこうコンディションの良さでぶち抜いたみたいな、いっちゃえるでしょみたいなね。あれは面白かったですね。すごいな、ちょっと勢いあるな。ね、しかも対峙したのがユースの先輩である日本代表中谷慎之介。そうか。そしてその奥にいたのは元オーストラリア代表ランゲラック。ああ、なるほど。細谷くんも読んで欲しかったなんてね。あのマテウスはまあさすがのさ、得意の角度決めたじゃない？いや、そうですね。うん、ちょっとだから気になったっていうか、なんか嬉しかったのは、長谷川監督にジャンプして抱きつきに行ってたでしょ。はい、ああ、言ってましたね。あれどういう気持ちだと先生、名探偵は推察します？いやー、なんかあれじゃないですか、うん、やっぱり、なかなかこう、左サイドでずっとこの、あの、開幕からずっとマテウス選手出てて。左マテウス右相馬だったんだけど、うん、なかなかうまくいかなくて、なんか逆に変えたかなっていう時間帯とかあれだったんですよね、確かね。そうか。で、それでちゃんと決めれたってのもあるから、ちゃんとその、僕の言いたいこと分かってくれてありがとうとか、そういうことなのかな。言ったのかな、僕、右もやりたいですと。いや、じゃあ、まあ、巻いて打っちゃえよ。イエス、ボス。って言って、あれなのかな。かもしれない。ボスーみたいな感じでしたもんね。ちょっと避けてましたけどね、あの腰。腰に来ちゃうかなみたいなね。あの、健太さんもちょっと。あとほら、あの、鹿島でほら、鈴木優馬さんにあのね、はい、岩本さん、あの、倒されましたから。あのね、なんとも言えない表情のやつね。あれは素敵でした。そうそうそう、鈴木優馬さんといえば先生。はい。いわき FC でね。そうなのよ。お兄さんが。兄ちゃんが決めましたからね。ねえ、お兄さんの一点で。鈴木翔太選手。ええ、日中から来た相模原を、ね、ホームタイムで破るという。これはすごかったね。J3 もこれはね、宮崎北九州もドローですし、これはなんかすごいいろんなことが起こってますね、これね。うん、あとだってそれとも同じように、うん、まあ負けちゃえばしますけど、YS 対松本ですよ、はい。そうでした。はい。これも惜しかったなって僕は言えるんじゃないかなと思うので。戦いましたよね、YS はね。そうなの、一体に。これ YS のね、あの、スタジアム DJ の渡るくんからメール来て、ルカオにやられましたって。ああ、ルカオにやられた感があります。まあ、最初のアシストもそうですもんね。まあ、そうですね。体の強さなんですかね。まあ、あと、ビクトルもなんかもね、頑張って。あ、そうか。たし、そうよね。そうですね。あとは、八戸のあの、ミドルシュート負けはしましたけれども。相田選手、よかったっすね。歯のホワイトニングにこだわってるってね、メーカーに書いてありましたけどもね。キラーンと歯を輝かせながら、そうだわ、すごいゴラストでしたけど、鹿児島もやはり強い、うん、ちょっと個人技がちょっとレベル高かったですね、米澤選手に、ノベロ選手に、そう、ノベロ選手はやっぱりね、息の長い、うん、強さ持ってますよね。そうですね。どこのユニフォームでも似合う、ロメロ選手は。似合う。ロメロ選手は引退しても解説者になれるね。なれる。ね。そう。ペラペラペラなの、ロメロ選手って。それはいや、ペラ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 、喋れる、喋れます、うん。はい。ちょっとそんなに楽しいですね。あと触れてないのは、讃岐鳥取4対1。いやー、これはこれでね、いろいろ嬉しいことも個人的にもありました。喋、はい、ったね、先生、例の。やっぱ松本浩平が2ゴールというのが嬉しいですね。苦労人。苦労人松本。得点。彼が。得点王ですね、現状。現状得点王でもありますから、このまま行ってほしいってのもありますね。消防士さんだった方が得点王っていうのはまだないんじゃないですか？いや、そうでしょうね。うん。はい。あとはね、それもあるし、はい、個人的には、はい、あの、センターバック西野選手、はいはいはい、ゴールなんかも嬉しかったですね。2番選手ですよね。そうですね。はいはい、あの、リオオリンピック世代当時は、うん、あの、いわゆるセンターバックの一番手が現浦和レッズの岩波拓也、はい。二番手が実は上田直道。はい、三番手が西野高春だったんですよね。最初の方がね。なるほど。そう、そんな彼がね、まあ、ずっと讃岐のね、ディフェンスリーダーやってますけれども。はいはいはい。
その隣ではね、川崎アンダー出身で、まあ、仙台大出身の伊織選手なんか、はい、まあ、プロデビュー戦なんかもやってたりしましたけど、はいはいはい、まあなんかね、こう初めて出る選手だとか、大卒ルーキーだとか、やっぱ讃岐の選手結構多かったりするので、うんうんうん、なんかみんな一応にこう輝いてらっしゃるのがすごく良かったなぁなんて思いましたね、はい。なるほどね。うん。なんか俺どっかの試合見てて、背番号と名字がすごい対応してるチーム見つけたんですよね。誰だ誰だ、忘れちゃったけど。あ、誰だ、こういうの助かると思って。いや、でもいいっすよね。ええ。わかるってのが。いや、やっぱそういうのありがたいですよね。ありがたいですよね。工藤選手が9ですからね。ああ。いや、これはストライカーだからでしょうけどね。あ、でもこれは絶対そうだなっていうの見つけたら、今ちょっと探してるんですけど、ちょっと忘れちゃいましたな。なんだろうな。なんか、なんか知ってたら教えてください。はい。はい、なんかみんな見つけたらお願いします。進歩海里選手、宮崎のね。48番なんです。うん、48ですね。進歩。うん、覚えたでしょ皆さん、ね、徳永雄大選手は10番、宮崎のね、こう、うん、覚えた皆さんね、まあと、だそれだったらあれですよ、北九州の武坂選手ができれば6番とかそういうことですね。あ、まあそうですね、可能性がね、すごいハマってるの見つけたな、これ絶対そうだなと思ったんだけど忘れちゃいましたね。芝山正也じゃなくて、あ、そうかな、千葉ね、48ね。ああ、そう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 。うん。だから、そういうのがありますよね。僕的には7選手が7番っていうの好きでしたけど、ね。あ、まあ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 、確かにね。いや、まあいろんなエピソードあったりしますからね、ね、やっぱ背番号ってね。いやいや、今週も。日曜日も楽しませていただきましたけど、うん、ありがとうございます。まあ、あのね、代表の話題も他で取りましたけども、大迫選手、出れない、酒、はい、うん、井選手、出れないってなって。出れない。どうすんだってなったけど、意外とあれ林選手とかの使い方、ね、どう使う、あれサイドバックどうなる、どう使う、あれなんかワクワクしてる自分もいるみたいな。そうですよね。ね。うん。いろいろあるもんですね。楽しみですね。何かがないからって、そこのね、ないもの嘆くよりも、新しいその楽しみだとか、なんか喜び見つけましょうよ。校長先生、校長先生、ありがとうございます。今週も頑張るそうで。ありがとうございます。やっぱ月曜の朝礼、いいことを聞きたいんですよ、僕やっぱり。そうですよ、ね。お願いしますよ、毎週。はい、かしこまりました。お付き合いありがとうございます。今週も、ありがとうございました。今週はもうワールドカップ予選がありますからね。まあ、そういうの話題一色だろ。ジェリーお休みですよ、って。いや、あの、ジェツ、ジェスリーは、うん。あ、そうですね。ありますので、はい。はい。その話題も盛り上がってまいりました。お願いします。おはようございます。はい。ということで、じゃあご飯にしましょうかね。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。出ます。ということで、毎日やってますんで、はい、明日も聞いてくださいね。お願いします。こちらサブワーカーチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。まあ、井上46歳でございました。飲みゆき佐藤でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあねー。またねー。じゃあねー。